皆さんこんにちは、ザーちゃんがんばチャンネルです。今日は、V ジャンプ10月特大号ですね、はい、を、もう買ってあったんですが、紹介はしません。はい、しません。しませんが、リクエストで動画のコメントで、V ジャンプ買いましたか、あとゴッドミッション10弾の、UR 何が狙いかって聞かれたので、結構多いんですよ。大ちゃんは何が当たってほしいでしょうか。仮面のサイヤ人とバーゼノと悟空 GT。 なるほど、大ちゃんは仮面のサイヤ人とバーゼノと悟空 GT で、これが10段の UR ですね。はい、はい、じゃあこの3つとシクレが当たってほしいわけですね。はい、はい、じゃあ、この V ジャンプはもうこれぐらいでいいです。で次はリクエストです。はい、リクエスト動画の、動画をもう撮ってきました。はい、で一番最初にやったのが、ターブルを使ったデッキを紹介してくださいということで、紹介します。で今回も4つ動画を撮ってきましたんで、まずこの動画では、デッキを紹介します。はい、で、今回ターブルを使った、デッキ紹介ですね。でこんな感じです。はいはいはい、こんなこの5枚でやってきました。はい、でこの5枚が、何かというとまず Z を入れましたね。はい、はい、でできる限り低レートでということでこんな感じです。はい、この Z は気力回復のゴテンクス、スーパーサイジン3の顧問ですね。で、悟空は戦闘力 1.2倍。はい、戦闘力稼ぎです。はい、この2枚が気力回復と戦闘力稼ぎです。はい、そしてこの天津飯、天さん、はい、天さんがガード1。はい、ガード1ですね、ロックオン。はい、はい、で、これも顧問です。極端だね、このレート。はい、で、このカカオがレアです。はい、超早く戦闘力バトルに勝利するとですね。はいはい、こんな感じです。はい、そしてターブル。はい、ターブルです。このターブルを使ったデッキを、プレイしてきましたので、プレイ動画は順番に、まず多分ターブルから行くのかな、ちょっと順番は分かりませんが、こんな感じで手入れと組んでみました。すごい単純な、デッキです。はい、無商品でチャチャミンさんからいただいた孫悟飯青年期 UR、 これを使って、Z デッキを作ってきました。はい、無商品とてもありがたいので、ちょっと紹介させていただきます。こんな感じです。ゴテンクス、はい、孫悟空でターブデッキでこの2枚出てきましたね。使い回しです。ベジータ、はい、そしてヤムチン、はい、ヤムチンですね。でこれは2ラウンド目に複雑の戦いを発動して倒すっていう、はい、ゴテンクスのユニット複雑の戦いで、相手なんですが確かね、スペシャルミッションだったかな、ちょっと忘れちゃったんですよ。はい、はい、それで確かね、2ラウンド目腹痛発動できなかったのかな。できたか、いや、できなかった。ゴテンクスがね、このゴテンクスくんがね、気絶しちゃった。ゴテンクスくんが、うん、というわけでゴテンクスくんは後ほど、3ラウンド目ユニットリーダーでちゃんと腹痛発動しました。で、3ラウンド目にしっかり決めてきました。プレイ動画で、確認してください。なかなか強烈です。次はですね、これもリクエストです。はい、バルダックとご飯だけを使って天下一武道会ゴッドリーグをやりました。はい、美味しいお菓子様からリクエスト、リクエストですね。で、バルダックはこの2枚です。はい、カードをしっかり持っていってないのであり合わせでその時あったカードだけで組んでみました。で、こっちのバーダックゼノンは
チャージスピードを超速にする、フリーズです。でこのバーダックは1人でアタッカーにすると自分の戦闘力3倍という、エナジー稼ぎですね。はい、でもう1枚、もう1枚バーダック、もう1枚バーダックあります。すいません、バーダックは3枚使いました。トリプルで 50% 軽減、シルブレ状態ですね、はい、軽減効果 50% ダウンです、はい、で、屈しない強さでラウンド終了自分チームの HP が敵チームより少ないと自分の記憶回復です。だから常に回復してる状態にいるわけですね。はい、はい、でゴハン君、パパの好きなゴハン君です、チェンジラッシュとゴッドカメハメハ、この2枚を入れましたね。はい、でゴッドカメハメハは、これはパワーアップですね、はい、パワーがプラス4000、ガードがプラス2000です。でチャージスピードを変える効果を無効にする永続です。そしてチェンジラッシュ、このチェンジラッシュも 50% 軽減です。はい、はい、さっきのバーダックのトリプルと合わせて使ってみました。意外と火力あります。はい、でとっておきの戦図持ってるので気絶しても構いません。こいつ以外が気絶しても構わないですというような、ゴッドリーグで最近ね、普段のプレイ風景ってやってなかったじゃん。それを大ちゃんにやってもらいました。このデッキです。はーい、最後では4つ目の紹介です。4つ目リクエスト動画です。リクエストは D アイアンマンさんからですね、ブースターパック超絶ですか、ブースター超絶パックのビルス、これは3ラウンド目チェンジですね。はい、はい、こんな感じです。3ラウンド目チェンジしてパワーが永続で5000、もともと5000あるので1万、でパパのバッジボーナスで、2200プラスですね、12200。はい、はい、これを、パワーアップさせてくれと、このカードをどれぐらいパワーアップできるかなっていうことで、簡単にパワーアップする、パワーアップというかね、パワー自体は2万が、上限だと思うの。はい、それ以上が上がんないのでダメージを上げるしかないですね、はい、ということでこれを使ってきました。そして相手は誰でしたっけ、怒りゴールデンフリーザ、はい、ゴールデンフリーザ編の、怒りゴールデンフリーザですね、ゴッドボスです。はい、はい、使ったカードを紹介します。レートは、適当に選びました。これです、シャンパですね。チャージスピードを超速にする、サポートエリアだったらで、ヒーローエナジーを、相手のヒーローエナジーをマイナス1個と同じ効果が、魔人ブー純粋です。これこいつはね、記録をね下がるやつ、これが2段階上げて、こっちが1段階上げるんですね、はい、でこっちはさらに気力ダメージも与えてしまうというちょっと厄介なカードです。はい、はい、そしてですね、なんか反射がすごいね。まあいいや、今回はこれで勘弁してください。そして、まず破壊王ジャネンバベイビー UR です。はい、はい、でプロモの五鉄勢の最強ジャンプですね。最近これがよく登場します。はい、それで、まあ本来はね、ゴッドボス別に相手する必要はないんですけど、まあ手っ取り早くガードを下げないで、こいつのダメージがどれぐらい与えられるかっていうのを、まあ検証するわけじゃないんだけど、まあ検証か、うん、ちょっとやってみたんですよ。でゴッドボスが一番いいじゃないですか。で3回攻撃してくるさ、あのイカれたゴッドボスも、まあイカれたというか、まあ簡単なんですけど、はい、相手してもらいました。でゴールデンフリーザまた倒してきちゃいました。はい、はい、で先ほど言ったようにチャージスピードを超速にする、この2枚と、エナジーを1個ずつ減らしてくれるということで、ゴールデンフリーザは1ラウンド目エナジーが溜まってない状態です。2個だけ溜まるのかな、2個だけ、はい、そしてその2個をこいつが奪っちゃうんです。で、ゼロ、はい、でプレイ動画を見てください。
で、この子、5点数ゼノと、ジャネンバベビーは 100% 軽減同士なので、200% 軽減、4倍ダメージになりますね、はい、で、ビルスが基本4倍ダメージを与えるような形で、1万5000まで到達してました、はい、実はです、その絵も動画で確認してください。なぜ1万5000までいくか。で、プレイ動画を見ると結構分かりやすく操作してると思うので、こちらでは紹介しません。というわけで、こういうデッキを使うとゴールデンフリーザが、楽にゴッドボスか、ゴッドボスが楽に倒せちゃいますという。勝ったんだよ。その代わりこれはすごい高レートですからね。これ皆さんにお願いです、リクエスト動画、今度出しますので、リクエスト応募動画か、応募動画はい、はい、出しますので、もしよろしければリクエストをしてください。先ほど紹介したこのターブルのデッキはこの辺をやってる時に、iPhone でコメント欄をチェックしてたらあったのでちょうどいいのでやってきました、はい、というわけで、もしリクエストを急にしたくなった場合は夜の7時ぐらいがいいです。7時から8時、プレイ動画を大体撮ってるのが7時から8時、はい、7時、8時、9時そのあたりです。で、9時になってしまうと、帰る準備なので、大ちゃんたちがね帰る準備なので、そんな遅くまでいないので急なリクエストは答えられないので、できる限り早めに。動画を最近17時にアップするようにしてますので7時かな、8時ぐらいまでには、リクエストをいただければ、あまり撮る動画が少なければ、対応できます。では今回は V ジャンプ10月特大号の、ちょっとリクエストが来たので答えてみましたと、それとリクエスト、何を使ってほしいっていうリクエスト、無償品提供の、カードを使ってみた、合わせて紹介しちゃいました。では終わります。これで紹介は終わります。 See you! Goodbye! チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。すいません、反射がきつくてすいません。